はい。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、2024レギュラー外国籍選手を対象としてえ、残すべきかどうか徹底解説やっていきたいと思います。パート5ですね。はい。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、まあ、評価上がる選手はね、やっぱ逃したくないよね、ということで。まあ、レギュラーのね、まあ、外国籍の選手を対象になぜするのかというと、やっぱりね、グレードがね、上がりやすいと思うんですよね。うん。 結構前半とかね、それこそそんなにグレード高くない選手でも後半グッと跳ねたりとか、あとはやっぱり限定で出た時にね、結構跳ねやすかったりしますね。特に J1 の選手とかそうなんですけど、活躍とかね、しっかりしてれば、まあ、そのレギュラーのグレード関係なくね、まあ、例えばレギュラーで言ったら60何歩ぐらいの選手でも、まあ、ワンチャンス90台とかね、まあ、全然狙えたりする可能性とかもあるんでね、まあ、そういったところを考えるとやっぱ両カードがね、出やすい、えー、環境にもあるんですよね、J クラ自体がね。ということで、まあ、外国籍選手にね、まあ、レギュラーが出てる選手対象に 絞って、えー、お話をねちょっと今の成績を見ながら、えー、今後ねどういったカードが出そうかなとかそういった話含めてね、えー、今日は5選手またねパート5ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はいということでじゃあ早速ね今日5選手紹介していきたいのでまずね1選手目からじゃあ見ていきましょうか。ではこちらです。はいここは湘南ベルマールのルキアン選手ですね。はい ここまでの成績なんですが、14試合12先発、1100分出場の5ゴールにアシストですね。はい。ということで、まあ、ご覧の通りの成績なんですが、まあ、ルキアン選手ね、まあ、アビスパーから湘南に移籍して1年目ということですが、まあ、ここまでね、十分な活躍出場機会を得てるんじゃないかなというところで、まあ、レギュラーコストの移籍直後なので、まあ、84という評価になりましたが、 まあこの評価とかもね、後半になると85以上はね、ほぼほぼ上がってきそうなね、選手です,ですね。はい。ということで、まあ、このまま行くと、まあ、5ゴール2アシストというこの成績、まあ、5ゴールも2アシストも、どっちもトップタイかトップ単独かになると思うんですけど、 まあチーム的にもね、まあ結構やっぱり数字そういうところ上げてる選手になりますので、まあ当然ね、そうなるとシーズンオフの限定とか、そういったところの対象にも、えまあ今の状態だと視野に入ってる。ということで、まあね、そこにまあ選ばれるか選ばれないかでやっぱり高グレード出やすいか出にくいかと変わってくるんでね、まあ選ばれるとなると結構期待できるカードがね、まあ出てきそうな雰囲気もあるんでね、まあこのまま頑張って活躍してほしいところですね。はい。まあ残す価値はね、グレード84でありますが十分にあるんじゃないかなというところで、 ここは20丸で、はいえー、評価させていいいたただきたいなと思いま,すまあなかなかねこの85の一歩手前ね <laughs> なかなかね、あのー、取りにくいんですけど、うん、まあでもね当たる機会はいろいろあると思うんでねガチャ券だったりとかガチャ地形、まあ、普通のガチャ引いたりとかねいろ、まあ、んなタイミングで手に入った時にぜひね、まあ、そういうシーズンオフ限定も視野に入れて まあぜひ残してみてください。まあ、ここまで結構ね、岩田時代、アビスパ時代、まあまあいいカード出てる選手なんで、まあすでにね、もう残してるよという人も結構ね、古くからやってると多そうですけどね、まあそういった方からしても、まあね、いい素材になると思います。まあグレード84とはいえね、結構いいセンスついたりするんでね、はい。まあぜひ、えー、しっかりと残して、今シーズンのね、シーズンオフの限定まで、えー、楽しんでいただければなと思います。そこでまあいいカード出たらね、やっぱここで残したの結構効いてくるんでね、まあぜひそういうところまで考えて、しっかりと残しておいてください。 はいじゃあ続きまして2人目の選手見ていきましょう、こちらです。はいここは湘南ベルマーレのキム・ミンテ選手ですね。はい、まあ、ミンテ選手、ここまでの成績なんですが、15試合15先発、1350分出場の0ゴール、0アシストという、ね、成績になってます。さあということで、まあ、ご覧の成績通りなんですけど、まあ、フル出場、うん、ここまでね、まあ、すごく熱いですね、活躍的にはね。 ますでにね、85条の限定がニューウェーブかな。あ、じゃあ、キャプテンか。で出てるので、まあ、今後もね、まあ、85条の限定、もしくは、まあ、このままね、成績しっかり残してくれると評価も上がっていくと思うんで、おのずと、まあ、限定面とかでも、まあね、今回85でしたけど、まあ、今後は89条とか、まあ、なんなら90代とか、まあ、全然そういったところを狙っていけると思うので、まあ、今後ね、チャンスはありそうですかね。で、あとね、まあ、キム・ミンテ選手といえばディフェンチ高いんですけど、ボランチもね、まあ、なんなら CMF までね、 広くできるので、まあ、特にね、まあ、センターバックというよりは、ボランチのディフェッチ高い選手としての価値もね、まあ、今後見出していける選手なんで、これはね、やっぱね、J クラのその環境面的にもいいね、カードが出そうだし、まあ、そういった面でね、まあ、そもそもプラスのところがある選手なんで、まあ、残しやすいっちゃ残しやすいんでね、まあ、しっかりとここはね、残しておいて、まあ、なんならレギュラーもね、ここ後半85条のね、候補に入ってくると思うんでね、まあ、レギュラーからも取りやすくなる可能性、もしくはもうそこのレギュラーで全然当たりカードが出る可能性とかもありますので、 まあそう考えるとね、まあ半年以内にね、結果出る可能性もあるんで、まあぜひ、えー、ここはしっかりとね、残しておいてほしいなということで、まあ20万の評価で、はい、ここは評価させていただきたいと思います。 まあ当然ね、後半限定とかになってくると、まあ、フォーカス系の限定とかもね、まだまだチャンスあると思いますし、まあ、ここまでフル出場ということであれば、まあ、どっかで出る可能性もあるだろうし、まあ、ガーディアンとかね、まあ、そういったところもまだまだ、まあ、残ってますし、まあ、限定、まだまだ大衆になる選手なんでね、ぜひ、えー、ここはね、しっかりとそういったところ、プラス、まあ、レギュラーのね、85条の当たり枠とかの、ね、可能性もあるんで、そういったところも見つつ、えー、今シーズンいろんなところでね、期待できると思うんで、ぜひ積極的に残してあげてください。 はい。じゃあ続きまして3選手目見ていきましょう。こちらです。はい。ここはアルビレックス新潟のトーマス・デン選手ですね。はい。じゃあ見ていきましょう。さあ、ここまでの成績が9試合9先発810分、0ゴール、0アシストというね、成績になってます。 ま、出た試合はね、全部しっかりとできってるんですが、ちょっと離脱があったかな ?4 月からまあ1、1ヶ月ぐらいかなちょっと離脱があったっぽくて、えー、期間が空いてましたが、まあ、直近はね、しっかり戻ってきて出場があるので、まあ、このままいけばね、今の評価確保できるどころか、まあ、なんなら後半シーズンね、しっかりと、まあ、このまま安定していけば評価も上がるんじゃないかなというところで、まあ、全然ブランクは関係ないんかなと思いますね。はい。 ということで、ま、あとはね、ま、トーマスデン選手結構限定とか、ま、特にフォーカス系とか結構出てるイメージもあるので、そう考えると、ま、リーグ特化したね、カードとか、ま、今後も期待できるだろうしね。ま、グレードの基準もね、今87というレギュラーのとこまで来てますし、ま、デン選手もね、昨年からちょこちょこ伸ばしてきてる選手なんで、ま、おのずとね、限定とかだった89以上とか、ま、そういったところも全然狙えるぐらいになってきたかなと考えると、ま、残す価値はね、十分上がってるんじゃないかなと考えれますね。で、あとはですね、ま、特徴的なところとしてはスピードタイプというところで、 まあね、あの、今度スピードタイプのね、あのー、スーパーリーグ行われますけど、スピードタイプで結構やっぱ苦労するところって、ボランチとか、まあディフェンダー系なんですよね。上の方はもう全然ね、いろんな選手いるんですけど、下の方が特にいなくて困る場合があるので、まあそういった時のね、スピードタイプ枠というかで、まあぜひね、使える可能性が。まあ限定出ると、ちょっとタイプ違って出ることとかもあると思いますけどね。まあレギュラーだったら、こういった感じで出てますので、 まあ、ここもね、後半のレギュラーとかも85以上だいぶ濃厚だと思うんでね、このままいけばね、まあそういったところでまた期待できるカード出るかもしれないしと考えると、まあレギュラーの価値とかもね、まあ確保できる可能性がある選手ですんで、まあタイプ別とかね、そういったところを広く考えて、まあ残す人はぜひね、残しておいてください。まあ現状一応丸にしときますが、まあ20丸よりの丸と思ってください。まああとはセンターバックがね、ちょっとね、やっぱり候補をまだいっぱい欲しいなという人は積極的にあとは残しておいてください。 はい。じゃあ続きまして4選手目見ていきましょう。こちらです。はい。ここはレオ・ゴメス選手ですね。ジュビロ・岩田所属です。さあ、ここまでの成績見ていきますと、えー、9試合4先発352分の0ゴール、0アシストというね、成績になってます。 で、まあ、ここまで見るとね、まあ、今までの選手に比べるとそんなに多くない、まあ、出場時間とかもね、352分、まだまだまあ、足りない成績ではあるんですけど、まあ、直近2試合ね、しっかりと先発出場してるっていうところは、印象は少しいいですね。うん。まあ、言うて、まだシーズンもね、半分もいってないですし、まあ、ここからね、盛り返して、もし、このままずっとねかいあの、スタメンとかを続けていけば、 まあ評価上がっていく可能性はあるんでね。まあそれこそフォーカスとかでどっかで活躍してピックアップされたりとかすると、まあなおね、面白いいいカードが出そうな可能性もあるので、まあそう考えると、まあ残しておいても、まあグレード的にも一応62ですしね、まあ残しやすいグレードというところも考慮して、まあ丸ぐらいの評価は、うん、つけていいんじゃないかなと思います。 まあ今の状態がね、今後、まあまだまだね、20試合ぐらいシーズン続きますけど、20数試合ぐらいね、これがね、しっかりと先発出場とかである程度出れるようになったら、まあ、当然ね、終了したとき、シーズン終了したときの成績を想像すると、見栄えがいい可能性もありますんでね。 まあ中盤のね、選手ですけど、まあこういったところ結構不足しがちな人もね、いると思うので、まあ気になる方はね、ぜひね、残しておいてください。まあ個人的にはフォーカスドプレイヤーとかがチャンスあれば、まあ可能性は特にしかも後半段とかでまあ出そう,そうなんでね、まあ7段とか8段とか、まあそういうところで引っかかってくれるとグレードは伸びやすくなる可能性もあるんでね、まあぜひ今後の活躍に期待しましょうということで、まあ丸評価で相付けておきたいと思います。まあよかったら残してみてください。 はい。じゃあ最後5人目じゃあ見ていきましょう。こちらです。はい。ここも同じくジュビロ岩田のリカルド・グラッサ選手ね。はい。じゃあ見ていきましょう。さあ、ここまでの成績なんですが、14試合14先発、1233分出場の0ゴール、0アシストというね、成績になってます。 はい。ということで、ま、リカルド・グラッサ選手といえばね、ま、外国籍枠の選手の中でもね、ま、比較的グレードが高い選手で、ま、岩田のやっぱりね、守備の要として、ま、昨シーズンですよね、やっぱ注目されてたのはね、ま、ぐっと評価上がりまして、やっぱりね、岩田をね、ま、昇格に導いた立役者の一人とも言えると思うんですけど、本当にね、守備能力高くてね、やっぱり、ま、体も強いし、ま、そういったところ空中戦のね、強さとかも、ま、やっぱ定評がありますし、 まあ今のイクラーとかはね、やっぱ空中戦とかも大事だし、まあディフェンダーはある程度ね、スキル固定されやすいんで、まああれですけど、<laughs> プレイスタイルはあんま関係ないのかもしれないですけど、まあでもね、あのいいカード結構出てますからね、去年もまあそれこそね、アオーズとかにもしっかりと表彰されてましたし、まあ前半限定とか出たガーディアンとかもね、まあ出てグレード90ぐらいの、僕もちょっとカード持ってるんですけど、90ぐらいだったかなのカードとかも出てたりとかするので、うん、まあ非常にね、評価が安定してきた選手。 とも言えると思います。なので、まあ、今シーズン狙えるところとしては、ワンチャンス出方によっては、まあ、セレクトスキル持ちとかね、そういったところに手が届きそうな位置にいるとも言えるんでね。まあ、ここはね、まあ、やっぱ守備の要としてしっかりと残しておいてほしいなということで、まあ、一応20丸評価、はい、つけておきたいなと思います。まあ、特にやっぱセンターバック、うんまあ、困ってる人はね、まあ、絶対残すべき案件だし、 まあ今回のレギュラーはね、まあ、スキルバランスこそいいものの、まあ、空中戦へに来てるのでどうかなというところちょっとありますけど、まあ、後半シーズンもしかしたらレギュラーからね、しっかり当たりカード出て、まあ、そこが目玉カードになったりとかね、まあ、する可能性も当然ありますからね、グレード的にもまあ90、今ね2ですけど、まあ、もうちょっと上とかね、狙えたりする可能性もあるんでね。はい。ここはまあそういったところからね、まあその手に届きそうなところから、まあやっぱりね、 あの、結構なレアカードまで狙えるシーズンにね、今年もなりそうなんで、ま、ぜひね、どちらにも期待して、まあ、残しておくっていうのはね、いいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今シーズンもね、ある程度安定して、まあ、カードが出そうなんでね、ここは期待できるんじゃないかということで、20丸で、はい、つけておきたいと思います。まあ、よかったらしっかりと残してみてください。はい、ということで、本日パート5でしたが、いかがだったでしょうか まあ、5選手ともね、ある程度成績はまあ悪くはなかったかなと。うん、全くダメっていうね、感じの選手はいなくて、まあ特に離脱してる選手とかもいなそうなので、まあここからの活躍とかもね、期待できる選手たちですし、まあそこの評価によって当然ね、まあまた変わることもあると思うんですけど、まあまたもしかしたらね、レギュラーの、また、そうね、後編、後編とか、ボリューム2のレギュラーが出た時とかまた似たような動画作ってるかもしれないですけど、まあその時にはまた評価変わってるかもしれないしね、その時の成績なんでね。 はいということで、まあ、今後ね、楽しみな選手たちね、いますので、まあ、特にこの中だと、まあ、キム・ミンテ選手はね、すごく伸びしろありそうだし、まあ、ボランチできるね、リフェッチ高い選手としての価値がね、開花しそうなシーズンになっておりますので、まあ、今後のね、カードに期待しましょう。ということで、じゃあ今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここまで失礼します。バイバイ。